金沢市の千坂小学校を訪れたのは、漁師歴45年、底引き網漁で甘エビやズワイガニを取っている鳥居淳二さんです。今日は5年生と交流し、漁師の仕事は近年、資源保護のため休みが多くなっていると説明しました。また、これまで漁師だからこそ見られる光景にも出会ったということです。山本隊行って、クジラも見たことあるし、あと、もう山本隊したら日本海のど真ん中なんですけど、そんなところにゴマフアザラシがいたり。子どもたちは、甘エビとズワイガニで漁に使う網の目の粗さが違うことを学び、実際に触って確かめていました。本当に大丈夫なのかな、これ。これちぎれたら怒られるかな。何トンまで耐えられる？怒られるかな。1トンぐらいまで耐えられるんじゃないの、ひょっとして。漁業ってもう触りだけでも実感していただければいいなと思って。結構反応がいいんで、結構やりがいがあります。金沢市は今年度中に小学校10校で漁師との交流会を開く予定です。